皆さんこんにちは。愛媛県西条市着物しおみ代表のしおみです。お元気ですか？6月18日81回目の配信になります。お願いします。はい。今日はちょっと雨降ってましてね、少し涼しいけどちょっとムシムシしたようなね天気です。先日ですね、YouTube をアップしてるのとかを、Facebook の動画、見直してて、第78回の時に、トラブル発生ってタイトルにも書いてるんですけど、録画してたら開始6分ぐらいで音声がなぜか切れてて、動画はねずっと撮られてるんですけど、で結局残りの20分ぐらいを上から吹き返してるんですよ。で最近またトラブルが起き始めて まあどうしようかなと思いながら、それはさておきですね、今日はですね、結城紬、結城市の結城のチヂミの着物を着ております。すごい、あ、びっくりした、汚れたのかと思った。爽やかな色ですね、ブルー。真綿を使ってるんですけど、真綿のチヂミなんですけど、すごくね、シャリ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 まではいかんのですけど、気持ちいい。で、暑いかなと思ったらそんなに暑くないです。で、夏ってね、こう暑いじゃないですか。でもやっぱこう着物もいろんな着方工夫ができて、まずは、伊達締めとかも博多の夏物だったりとか、シャアになったものがあるんですけど、そういうものとか、前板も、メッシュだったりとかヘチマだったりとか、で帯枕も、通常のではなくてヘチマのがあるんですよ。最近はこう半襟のところもクール素材の半襟があったりとかですね、いろんなものが出てますので、で今、ちょっと小物をねこだわっていただいて、クールダウンができるような、着方をねしてもらいたいと思います。で今も本格的にも浴衣のフェアをしてるんですが、ちょっとこう大人の浴衣っていうところで、藤井しぼりさんのこういう浴衣とかですね、こうしぼりです。こういう浴衣とか、古庄さんの藍染めの浴衣、こんな、ちょっとねこう本格派のものになるんですけど。花柄です。花と笛。笛。本当や、逆やけど。ね。ああ、笛のね。笛に穴がついてます。穴はついて、穴は開いとる。穴はつけない。そうです。で、あと、カゴなんかも、今からもう45周年企画っていうことで、浴衣のカゴとかも、浴衣ももう1割引きっていうので、今展示をしております。こんなね、かわいいものがたくさんありますんで、この45周年企画をね、6月からスタートしておりまして、何度も出てますが、ご来店のお客様には小判をプレゼントさせてもらってます。小判です。で、隣にスタジオ千歳っていう写真館もあるんですけど、この45周年アニバーサリーということで、記録
記憶と記録を残してもらいたいということで、バースデー写真をスタジオの中で撮りませんかっていうのを差し迫ってます。で、通常だったら六つ切りサイズの写真がついて7700円で撮影差し迫ってるんですけど、今回はですね、なんと1000円で写真プレゼント。おあ、ごめんなさい、これね、平日限定です。予約必要で、要予約で平日限定で撮らせてもらってます。キャビネサイズですね、写真は、キャビネサイズの額付きで1000円で、まあ着物着る場合はお支度代プラス必要にはなってくるんですけど、ヘアセット、メイク、着付け、それぞれ必要にはなってくるんですけど、お写真と撮影自体とお写真と額付きで1000円です。はい。で、今の半幅帯とかですね、浴衣とか半幅帯とか、カゴとか、その辺を店頭価格より 10% 割引っていうのと、潮見会員っていう会員を入会金1500円で、してるんですけど、有効期限さんね。その会員のお客様には、さらに特別なことをしております。はい。楽しみにしたか。そうでしょ、うん、で、シークレット企画で、シークレット言うたらか。言うたらか。そう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 。入るとね、いいことがあります。はい。会員様限定のプライス価格があったりとかですね、会員様向け、会員様だけの、プレの販売、会をしたりとかですね、ということをしますんで、ぜひね、この機会にね、会員にもなっていただけたらと思います。で、いよいよですね、7月の9日からなんですけど、美ら島店ということで、沖縄の商品を揃えて、展示の方をしたいと思います。こう、南沖縄っていうと、ね、パッと出てくるのはやっぱり瓶型だったりとか、芭蕉布だったりとか、花織だったりとか、宮古城府ミンサ出てくるんですけど、本当に手仕事で物が作られてます。でよくね、産地の方にもね、行かせていただいてまして、お客様もね一緒に行ってるんですけど、非常に畑作る土俵からですね、花を摘んだりとか染めたりとか、いろんなね、全部手で、していくんですけど、工事現場とかに行って木草とか刈るんですよね、掃除するでしょ。でそこにも染料となる葉っぱとかがあったりするんで、そういうのも全部利用して、草木染料で染めたりしてます。はい、来ていただいたら細かく詳しくね、お話しさせていただきたいと思うのと、まあ、色遊びっていうところで、この色とこの色を染めるとこんな色になるっていう、ん？だからグリーンと黄色を染める、服着で黄色ね、ほんならネズっぽい色になったりとかね、ん？あと後藤ひもの開花園さんの、帯締めの、展示もするんですよ。でこれがね、すごいいい帯締めがたくさん揃って、一度ねやっぱこの開花園さんの帯締めを締めるとですね、ちょっとよ、あ、今トモコにピントが合った、あんま、うん、すごく締めやすくて癖になるっていうか、他の帯締めが締めにくくなるぐらい、
非常に締め心地がいいです。はい、ということでね、ご予約いただくと塩醤油をね、ご準備しておりますので、ぜひね、一度ホームページで出ると思いますので見てください。はい。はい、ということで、次はですね、来週金曜日、この時間帯にですね、現地行ってまいりますので、いってらっしゃい、はい、晴れることを願っております。暑くならないことも願っております。はい。今日何か言おうと思ったのね、出てこんの先からね、うん、大事なこと、うん、ということで81回目皆さんありがとうございました。また、来週は外ですので、どうなるかね、分かりませんが楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございます。